皆様こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます、本日は名古屋エンタメ祭り制作発表会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行をさせていただきますフォーチュンエンターテインメントの寺坂雷賀です。よろしくお願いいたします。さあ、この名古屋エンタメ祭りですが、どんなお祭りにしたいか、こちらどんなことがやれるのか、VTR にまとめてみましたので皆様に早速ご覧いただきたいと思います。 VTR どうぞ。さて、先ほどの VTR にもございましたが、毎年夏に行われている名古屋が誇るお祭りがございます。まず世界から注目されています世界コスプレサミット、通称コスサミですね、そして日本ど真ん中祭り、ど祭り、こちらは僕も応援団長をやらせていただいておりますし、この周年の年でございます。この名古屋が誇るお祭りに新たにもう一つのお祭り、名古屋エンタメ祭りを加え、名古屋をますます盛り上げたいということで、3つのお祭りが集結いたしました。それがこちら、真夏の名古屋三大祭り。ではここからは真夏の名古屋三大祭り、そして名古屋エンタメ祭りについてご説明をさせていただきます。この真夏の名古屋三大祭りとは、名古屋エンターテインメントを名古屋から全国世界へをコンセプトに、世界が誇る世界コスプレサミット日本ど真ん中祭りに新たな祭り、名古屋エンタメ祭りを加えて、真夏の名古屋三大祭りを想像させていただきました。何度も訪れたくなる、さらに魅力あふれる名古屋を目的に盛り上げていこうと思います。新たに加える名古屋エンタメ祭りについてですが、開催日は2023年8月18日金曜日、19日土曜日、20日日曜日の3日間開催いたします。主催は名古屋エンタメ祭り実行委員会を発足させて、地元テレビ局をはじめラジオ局など多数のメディアの皆様にもお力添えをいただいております。また企画制作についてはフォーチュンエンターテインメントが中心に行っていきます。アンバサダーとしましては弊社のタレントやグループが就任させていただいております。そして会場もいくつかございますが、こちらが全体の図と、なっておりまして、主にメインステージにおいてさまざまな企画が3日間にわたって繰り広げられます。コンテンツ内容としまして、8月18日はですね、名古屋アイドルフェスティバルを行います。こちらは女性アイドルグループの皆様が出演してくださいます。19日はスペシャルイベントを予定しております。このイベントの詳細は近日発表させていただきます。20日はナモワングランプリ、名古屋ダンスコンテストという新たなお笑いとダンスのコンテストを立ち上げ、決勝をメインステージにて行います。そして最後に名古屋ミュージックフェスティバルが開催されます。コンテストなんですけれども、すでに企画が動き出しておりまして、お笑いもダンスも来月6月から予選が始まります。その予選を勝ち抜いたメンバーが8月20日名古屋エンタメ祭り最終日のメインステージで決勝戦を行うというものです。優勝者にはテレビ番組への出演権などを検討しております。出演者募集サイトも立ち上がっていますので、皆さんエントリーお待ちしております。
各サブ会場にてフリーステージも予定をしています。こちらはジャンルを問わずミニステージでパフォーマンスをしたい方大募集しております。サブ会場の BM シアターで の舞台も予定をしています。最後にですね、名古屋ミュージックフェスティバルですが、こちらは弊社のグループが出演させていただきます。まずは今月ボイメンエリア研究生を卒業して新たなユニットとしてデビューをいたしましたカラフルダイヤモンド、そして BMK、 最後はボーイズ&メンが出演予定です。さあ、駆け足で説明をさせていただきましたが、このような形で第1回名古屋エンタメ祭りを開催させていただこうと、思っております。そんな名古屋エンタメ祭り実行委員長でありますフォーチュンエンターテインメント代表取締役社長谷口誠司よりご挨拶をさせていただこうと思います。本日はお忙しい中、弊社、企画しました、名古屋エンタメ祭りの、制作発表に来ていただきましてありがとうございました。今回の、企画はちょうど去年コスプレサミットでまたエンタ、土祭りさんたちと一緒にいろいろさせていただいた中、東京でちょっと PR を、僕の方でやらさせてもらったんですけども、全く東京では知られてなかったり、名古屋でこんなすごいことやってるんだっていうことを、広げていかないと本当の、なんていうんですかね、名古屋だけで終わっちゃうなっていうのをすごい感じて、この夏っていうキーワードを、全国に名古屋に来ようよみたいな形でやれないかなっていうところで、8月の頭の、世界コスプレサミットと、一番最後の土祭りの間にもう一つ、入れて、3つのお祭りで全国に、PR できないかというところで、去年、考えまして、で、土祭りさんだコスプレサミットさんたちと、一緒に名古屋を盛り上げていこうっていうのが一番最初の、きっかけでした。名古屋エンタメ祭りっていうのを考えたのも、名古屋にも、いろんなタレントの方がいたり、役者の方もいたり、いろんなお笑いの方もいたりするんですが、やっぱり東京というか全国的にやっぱ知られてないっていうところで、名古屋にもこんなに、いろんな逸材もいるんだっていうところを、全国に見せたいっていうのも、一番の思いでありまして、うちの会社が名古屋から全国世界っていうのがキーワードで、今回も、このエンタメ祭りで名古屋の、魅力を、全国世界に広げれたらいいなっていうのが本当の、今回の企画のスタートでした。今回は、実行委員会に、メディアの方が全部、協力していただけて、ラジオ局4局と、テレビ局5局が揃って、メディアと、行政とで、名古屋 の、 芸能で、タッグを組んで全国に持っていきたいっていうふうに思っておりますんで、皆さんのご協力を、お願いしたいと思っております。やっと、皆さんと、ご一緒できるような状況になってきたので、ここから本当にスピードを上げて名古屋を盛り上げていくっていうふうな思いで、頑張りたいと思います。まさに芸どころ名古屋をこう復活させたいみたいな。そうですね、だから僕も名古屋来た時に芸どころっていう、イメージで来たんですけど、タレントも、テレビに、出てるタレントさんが少ないというか、東京の方だ大阪の方が大体出てて、地元の名古屋のタレントが出てないなっていうのを一番最初に感じて、こういう、グループを作って、プロダクションを作ってっていうのがスタートなので、
本当にこれで、うちの事務所がとか言うんじゃなくて、名古屋の頑張ってるいろんな事務所の方と、まあ、協力して、もう名古屋を盛り上げていく、またその人たちが出れる場所を作っていくっていうのが僕らの仕事かなと今思っております。はい、でさらに僕らはその第一歩に関われるのすごく嬉しいんですけども、なんとこの名古屋エンタメ祭り全体を通してボイメンファミリーもアンバサダーとして、就任させていただきました。ありがとうございます。はい、まずは先ほど少しご紹介もございました、今月ボイメンエリア研究生を卒業して新たなユニットとしてデビューをいたしました、カラフルダイヤモンド。はい、お願いします。こんにちは。ありがとうございます。はい、そして BMK、 よろしくお願いします。どうも BMK です、よろしくお願いします。最後はボーイズ&メン、お願いします。誰よりも、よろしくお願いします。誰よりも元気です。はい、そして僕テラサからも含めまして、はい、ボイメンファミリー一丸となって祭りを最後まで盛り上げたいと思っています。はい、はい、まずはカラフルダイヤモンドの小辻くんから意気込みをいただきたいと思います。意気込み教えてください。はい、カラフルダイヤモンドの小辻よりです。僕たちカラフルダイヤモンドは最近研究生を卒業して新たなスタートを切りました。そんな僕たちのキラキラアイドルさやフレッシュさを生かして、名古屋を最大に盛り上げて名古屋エンタメ祭りを最高のものにできるように全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて BMK より米谷くん、お願いします。はい、 BMK の米谷京介です。名古屋には歴史的な、名所だったりとか美味しい食べ物がたくさんあるので、それらとともに一緒に このお祭りを盛り上げて、さらにそれに負けないぐらいの勢いで僕たちも広めていきたいに、いけるように頑張りたいと思いますので、温かい応援よろしくお願いします。お願いします。まだ言われてない。まだ言われてないのよ。はい、辻本さんお願いします。はい、ボーイズ&メンの辻本達則です。名古屋もですね、ようやくこう、まあ日本全国そうですけれど、コロナも少しずつ落ち着いてきて、ようやくお祭りがみんなでできるということになったので、この夏はこのコロナ禍分の4年分もしっかりこう爆発できるような熱いお祭りを名古屋でしたいと思います。それに先立ってやっぱりボーイズ&メンが一番お祭り男だと思うので、先陣を切って盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。頑張れ。頑張ります。頑張ります。いや、一緒ですよ。頑張ります。一緒に頑張るんですよ。一人だけ頑張るみたいになってる。一緒にね、一緒に頑張ろうよ。一人だけみたいになってますから。そうだね、一気に賑やかになりますね、社長ね。あ、社長いたんすか。社長差し置いてるから。ダメですよ、黒い服着てきたらもう見えなくなっちゃうんですから。いや、びっくりした。社長ありがとうございます。どうでした僕の演説。ね、ダメ出しになっちゃうかもしれない、ね、そうだね、やめておきましょう。さあ、ここまでイベントの説明だったりとかご挨拶をいただきました。現在決まっていることとして、18日に行われます名古屋アイドルフェスティバルに出演していただける皆さんもご紹介させていただこうと思います。はい、はい、まずは名古屋を中心に活動している皆様、デラね。はい、元気いっぱいだね。続きますよ。はい、お名前ご紹介します。お願いフルハウス。はい、こちらの皆様、そしてピーロコさん、フルハウスさん、ピーロコさん、ラビットハッチさん、はい、そして、宮本かりんさん、お茶ノーマさん、ビヨーンズさん、チームシャチさん、はい、こちらの皆様が現在出演決定しております。はい、豪華なメンバーがね揃っていますよね。はい、本日この中から名古屋を中心に活動している3組の、皆様来てくださいました。よろしくお願いいたします。お願いします。こんにちは、私たちお願いフルハウスです。月永ゆいです。北川亮派です。織戸愛沙です。伊藤凛香です。アリスひなです。夢川すずなです。
日向みくるです。名古屋を少しでも盛り上げられるように、そして一人でも多くの方に名古屋っていいねって思っていただけるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ続いてお願いいたします。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。私たちピロコです。では自己紹介していきたいと思います。はい、ひなぴよこの高梨ひなです。はい、佐々木あかねです。はい、椎名優衣です。はい、市原優里です。よろしくお願いします。お願いします。はい、私たちピロコね、普段名古屋で活動させていただいてるんですけど、はい、東京大阪など日本各地でライブをすることもね多々ありまして、そこでやっぱ名古屋のエンタメってまだまだいけるな、まだまだ頑張らなきゃなって思うことがいっぱいあるので、名古屋のエンタメは私たち地下アイドルという立場ですが、名古屋のエンタメが日本そして世界をね盛り上げていけるように、名古屋エンタメ祭りから私たちピロコを頑張っていくので、皆様一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ続いてお願いします。皆さんこんにちは。ハッチ、私たちはラビットハッチです。はい、夢を聞く青空に咲く歌いりんの花、ひにゃこと後藤ひなたです。あなたの心に火を灯す紅の舞姫、みーもこと三浦美優です。笑顔の魔法をかけちゃうぞ、桜の妖精サータンこと服部さくらこです。夕焼けにきらめく光、君の一番星リオンこと天野リオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はラビハチが名古屋エンタメ祭りに参加させていただけるということで、私たちのパワフルステージでもう名古屋の夏を最高に暑い夏にしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、せっかく本日こうして実際に来ていただいたので、皆様のパフォーマンスも見せていただけますか。はい、いいですか。この制作発表会というね、このような空気ですけれども、より弾けて元気をね、ぶつけていただきたいと思います。皆さん3組続けてパフォーマンスをご覧いただきたいと思います。色を
いやこの8月18日のメインステージがまたこれもどうなっていくのか、どんな熱量を感じられるのか、すごく楽しみになってきました。そして本日この会場には来られなかったのですが、こちらの方々よりコメントをいただいております。お願いします。皆さんこんにちは、お茶の間の斉藤まどかと米村きららです。8月18日に名古屋エンタメ祭りに出演させていただくことになりました。やったやった。名古屋といえば愛知県、愛知県といえばキララの出身地ですけど、キララどうですか？そうですね、久屋大通りでのお祭りということで、うんうん、私もよく久屋大通り行ってたので、うん、もうなんか本当に楽しみだなという感じです。わー、いいですね。皆さん来てくれるかな？いや、来てくれるよ、ね、きっとキララの ね、ダメならみんな来てくれるはず。来てくれるよね、はい、皆さんお待ちしてます。はい、それでは8月18日会いましょう。せーの、ビヨンズです。私たちビヨンズが名古屋エンタメ祭りに出演させていただくことが決定しました。イエーイ。ありがとうございます。記念すべき第1回目ということで、はい、出演できてとても光栄だなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。愛知県出身のメンバーがビヨンズにいるんですけども、まずきはねちゃん、意気込みをお願いいたします。はい、大好きな愛知県で、イベントできてとても嬉しいなって思いますし、いろんな方にビヨンズを見ていただける機会だと思うので、一生懸命頑張ります。名古屋エンタメ祭り盛り上げられるように精一杯頑張ります。以上、ビヨンズさん。お茶の間とビヨンズの方々からの熱い思いのコメントでございました。やはり出身地盛り上げていきたいという熱量がありましたね。ますます当日が楽しみです。最終日の最後はですね、名古屋ミュージックフェスティバルです。こちらはフォーチュンエンターテインメントのカラフルダイヤモンド、そして BMK ボーイズ&メンが出演いたします。ではカラフルダイヤモンドのみんなに改めて登場してもらいます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあご挨拶お願いします。改めまして皆さんこんにちは、僕たちはカラフルダイヤモンドです。僕たちカラフルダイヤモンドは今年日本レコード大賞新人賞を全力で取りに行きます。そんな僕たちカラフルダイヤモンドですが、今日メンバーが全員いないということなので、うん、はい、先日公開された僕たちの新曲アマキュンという曲のミュージックビデオを皆さんに見ていただきたいです。はい、このアマキュンという楽曲は恋の始まりのもどかしさだったり切なさを夢に向かって頑張る僕たちが等身大で歌う、そんな一曲です。それでは早速皆さんに見ていただきたいと思います。 VTR スタート。君に恋しちゃっていいかな、甘キュンに焦がれていいかな、思うほどに溶けてくキャンディ、君との時間お祭りから一緒に走り出していくグループですので、ぜひ応援していただきたいと思います。さあ、名古屋エンタメ祭りの最終日に行われる名古屋ミュージックフェスティバル、ボイメンファミリーも全体で最高に盛り上げていこうと思います。ではここでもう皆さんに改めて集結していただきたいと思います。ステージへお願いします。さあ、ここでですね、はい、社長も含めまして、うん、みんなでこう始まりのこうタイトルコールみたいな、タイトルコールやりましょうよ、はい、ちょっとやりたいなと思うんですけど、うん、誰がいいですかね。
確かに。じゃあエリア君、エリア君。僕ですか。そこは先輩の誰かしら、辻本さんでいいですか。先ほどの、はい、わかりました。じゃあ、今日から始まるということで、うん、はい、みんなでこれ声を揃えて、高らかに宣言したいと思います。はい、はい、それではいきます。真夏の名古屋三大祭り、名古屋エンタメ祭り始まるか。今日から本番に向けて始めていくということで、はい、元気いっぱいやっていきましょう。はい、